こんにちは、シュウです。今回は極限の闘技場2、ついに来ましたね。リニューアルされたんで、これ初見プレイ行ってみます。今来たばっかで、本当に何も情報も出てないんで、とりあえずルシファー使っていきます。このパーティーかな。潜在は読みドラに闇軽減5個とフレンドに前職で、これだけだね。じゃあやっていこうか。うわ、初見だ。1回がないんでるか。これ何階層なんだ、見てなかったな。あ、22、1回増えたね。ほう。ここはとりあえず、もう倒しに行こう。このパーティーね、操作延長があんまないのがちょっと辛い。オッケーオッケー。多分初見じゃねえ、濃厚は無理だよね。どこまで、できればボスまで行きたいな。いや、でもボスまで行けないだろうな。うおー、君か。ルシファーが神キラー持ってるからね。相手が神か神じゃないかがすごいちょっと重要。これどうしようかな。抜けるかな。一応ルシファー使っとくか。オッケー。3回。あ、神か。カムイは一緒だね。確か前もここの3階でカムイ出たよね。このパーティーね、あんま操作延長がないからちょっときついんだよね。ただ HP 多いのがすごいよね。先制も受けれるし。うわ、回復できなかったな。オッケーオッケー。だいぶいいよ。これで闇が2個くれば OK。 お、いいね。これはスキル使わないでもいけたかな。うん、操作短縮も消えて、これは突破でしょう。で、前の闘技場なら次がデーモンだったよね。何来るか。火多いから次半蔵使おうかな。デモンか。ああ、ここ一緒か。この闇の量だと、これはいったな。これはいったでしょう。うわ、ちょっと硬かったな。今危なかったね。これ確か封印してきたよね。封印じゃない、バインド。できればワンパンしたいな。このパーティー、バインドに非常に弱いんだよね。いやでも回復6個以上あるからバインド回復できるから、まあ倒せなくても、ああでも倒せてよかった。で、次玉ドラかな。ん、そんな変わってないぞ。どうしようかな。一回バインド回復しようか。あー、闇消えちゃった。オッケー。闇がまあまあある。なんかさ、新しくなったけど、そんな変わんないね。今のとこ。この玉ドラたちも変わんないし。闇がないな。うわー、こいつなんだっけ。確かワンパンするとワンパンされちゃうんだよね。しかもこいつめちゃくちゃ柔らかかって神じゃないのか。一列一コンボとかにしてみるかな。いやでも怖いな、こいつ本当に弱かった気がする。うわ、弱っ。これ列組まないで倍率出そう。こんな感じ。オッケー。どうしようか。読みドラ使っちゃおうか。コンボ吸収は気をつけて。
うん、突破だね。うわー、こいつの行動パターンがわからない。とりあえず回復残して、何してくるかわかんないから、ワンパンはされることないと思うんだよね。HP が多いから、もう強いな、でも。これ、ハンズを使って抜きに行こうか。こいつ HP 多そうだな。いけるかな？すげえ HP が高そうなイメージがあるけど。うわー、ギリギリっぽい。危ねえ。危ねえ。あのマシンヘラに出てくるめっちゃ先生強いやつかと思った。ルシファー使うか。多分右のやつだけ倒せると思うんだよね。そしたら蘇生させてくんじゃないかな。悩むな。とりあえずワンパンされることないと思うから、こんなんでいいかな。あ、ハンズを使いたいな。ん？ここでスキル貯めれそうだぞ。オッケー、ハート多いね。ワンパンさえされなければね、このパーティー回復力も意外とあるから、そんな困らない。でもバインドがちょっと厄介だな。で、次半蔵が治ってあと一旦か。ちょっとスキル溜まるまで耐久しようか。闇がだいぶ消えたな。これ次ハンズを使おうか。ハンズをバインドされなかったら。お、毒？やばい、これ相手吸収切れたターンなんかやってくんじゃない？やばいね、左がちょっと危険だな。これ絶対吸収切れたターンなんかしてくるでしょ。ルシファー使って、もう一発使う。いや、どうしよう。抜けるか。抜けるな、きっと。ツーウェイも入れて。これ抜いたんじゃないかな。左チェックしとこうか。お、簡単だぞ、ここまでは。いや、でもこの先イルシックスとか来たらだいぶ辛いよね。もうちょい闇貯めていくか。あ、これ闇無理だ。あ、繋がっちゃう。あー、無理だ。63で消したいな。これ削り損ねが一番怖いからね。とりあえず初見だから大事に行きたい。よし、次で行こう。これ相手神だからね、ルシファーの神キラーがだいぶいい。うん、順調だね。おお、ここでプレドラか。とりあえず右倒そうか。でも強敵マークついてないからそんなダメージはでかくないのかな。これ抜けないから、多分ね。闇を大切にしてこう。これどんぐらい削るかだな。あ、回復ないのか。でも2ターン分けだから。うわ、HP 多いな。
闇落ちてくるかな。お、ラッキー。これ何歩くらい来るんだ。もう強っ。やばい、これはこれ固定ダメージ持ってないとだいぶきついぞ。うん、これルシファー使わないでいこう。これ2体の攻撃受けれないね。かなりえげつない。これはいったかな。よし、回復の落ち込みも来た。やべえな。このダメージのデカさはちょっときつい。あ、落ちるんだ。あ、落ちるって書いてたね、公式に。ここでこいつか。でもこれ、誤食軽減あるから。お、闇の落ち込みが入ったけど、どんな感じだ。うわ、そこはちょっとやめてほしいな。ハックハンドを使っちゃおうかな。こいつだいぶ硬いんだよね。ここはね、普通に消しとこう。1、2、3、4、5、6。よし、落ち込み乗って、オッケー。ちょっともったいなかったかな。お、これはスキル貯めれるぞ。これルシファーで抜けるはず。たまに HP でかいこのデブちゃん来るけど。うん、順調だね。あ、闇変えられたか。ここは最終ターンまで粘りたいな。さっきハック使っちゃったからね。これさ、ラードラで来るとさ、やっぱ固定ダメージのやつがだいぶきついよね。あんな HP 高かったらさ、なんかラードラで行くなら固定ダメージ入れないときついけど、固定ダメージ入れたくないよね、ラードラに。結構闇カーリー、インドライシスみたいな、あれテンプレに近いからさ、あれを崩したくない感はない。だから固定ダメージ持ってるリーダーだから、ルシファー意外といいんじゃないかな。で、ここでルシファー使って、ハックは残り3ターンか。あ、ベルゼブブ来なければね、だいぶ異常部かな。ここで君か。きついな。オッケーオッケー。よーしよし。そうですね、落ち込んなければ意外とね、そこまで苦ではない。まあ、出ては欲しくないけど。これ消し追加。でも相手闇ゾーンだから、ルシファーの神キラーが発動しちゃうんだよね、あんまやりすぎると。オッケーオッケー。これも倒せんじゃないかな。これは落ち込み来ても多分大丈夫だな。うん。これいったかな？おし。
お、ここはスキルダメポイントか？ああ、回復がなくなりそうだな、こいつは。お、闇がかなり多い。でも変換してくんじゃないかな。あ、変換してこないんだ。じゃあ突破しようか。オッケー。これはさすがにいったでしょう。あ、で、次が、旧闘技場でも結構めんどくさい。家具土とかの回じゃなかった？うわぁ、めいめいか。ここも白半蔵行くかな。めいめいだいぶ硬いんだよね。これで抜けなかったらロキまであるな。1,2,3,4,8,9,10,11,12 か。8,9,10,11 か。11の最大火力配置なんだっけな。これで抜けなかったらもうね、ロキ使って次抜くしかないな。オッケーオッケー。で、次がグリザルかな、前と一緒なら。あ、一緒じゃん、ちょろ。これロキ使うか。無理だな、ロキなしじゃ。いけ。やべ、ずれてる。木がずれてるな。ここはもうワンパンじゃないね。ツーパン狙いに行くか。半蔵使えるな、ロッキー読みドラ使えば。うん、どうしよう。次ゼウスでスキルダメできると信じて全解放しようか。うん、どっち先に使おう。ルーンエンハンスをボスで貯めたいからこっち先に使おうか。で、半蔵使って、結構ここ全力だね。こいつ HP やばいから。うわー、ちょっとミスった。でもこれいけんじゃないかな、エンハ使ってるし。うわ、勝って。オッケー、これはいったでしょ。これ次ゼウスディオス来ても大丈夫。よしよし。でも次ゼウスかもわかんないんだけどね。ここで君か、やばい。これ回復切れたら終わりだ。やばいぞ、これやばいな。回復落ち込むを信じるしかない。頼む。ああ、これ負けたか。うわあ。いやあ、回復切れたのがちょっとね。あれ、白溜まってたのか。今溜まったのかな。ああ、じゃあ、今回はこれで終わろう。次、リベンジ動画出すんで、そちらもよかったら見てください。ありがとうございました。